私が取材に答えますよ昨日の生放送でまた取材陣が増えているなあまり人に迷惑をかけないようにお願いします <noise> 野上君がただ者でなかったとは実に面白いがんどうしたの京極君隙のない彼女よりは アザクラ君の方が見ていて面白いお父様送ってくださりありがとうございます勉強頑張ってな私はいつでも見守っているよ木曽の城雪や生え抜く春の草 あの松尾芭蕉も吉仲のファンだったわけですね。そのような偉人の名を背負う者として、恥じない生き方をしようと思っています。ななますあなたがただ者でない雰囲気は、私たちにもよーく伝わってきます。しかし、源義仲と言われると、どうにもピンときません。義仲は、武将ひげが似合いそうな、 ワイルドな侍。こんなところかしら、一般的なイメージとしては。義仲の容姿については、色白う美目は良い男、と、原平清水期にはありますから納得しています。しかし、同時に義仲は、今日で作法が分からずに笑われてしまうなんて一面もある人物じゃないですか。そこら辺の武士的なイメージとは、随分乖離しているなと。性格は、割と。 こう見えて豪快なんですよ。そして武力の方も、名を残した侍として自信があります。ならば、お試ししてよろしいでしょうか。私どもは対戦相手をご用意しました。テレビをご覧の皆様にも良いアピールになると思います。誰であろうと、やりましょう。対戦者名を聞いていないのに断言とは。なるほど、性格の豪気さ。 その片鱗が見えてきましたね <laughs> 相手はこちらになりますエスクリマの使い手シャリスあれおい、吉中の対戦相手ってキルギスのイスマイルじゃなかったっけ何このまま回せいいのかよ予定されていた相手より格上の対戦相手が来たと そうかそれはいいおめでとうアキ全国中継で試練を与えてもらったね日本の侍強いと聞きます戦ってみたかったこの田んぼ特殊合金でできてますものすごく丈夫でとても硬い かなり鍛えているわね。これほどの戦士を送り込んでくるとは、茎による試しということかしら。エンターテイメントではなく、本物の強さを見せろと。さあ、現代に、木曽義仲の戦いが蘇ろうとしています。あなたは素手で戦うですか刀飾りですか 場合によっては抜くわ《<laughs> つ強い》ここれほどとは木曽義仲素手で一方的に相手を叩きのめしています可れんな体のどこにそんな力が隠されているのか <laughs> <laughs> 拳ではあなたを倒しきれない使わなければならないわね <laughs> ようやくそれ出番ですか みじんまえ <coughs> 繊維喪失か切る前に決着はついたわね <coughs> エスクリマの探訪といえば、本来植物で作られるもの それを特殊合金製にしたことで武器に頼りすぎ、武術の持ち味を100%活かせなかった。そこが敗因かと。 とか渋いよねやっぱお侍さんは刀を持って初めてお侍さんだ昨日のテレビ抜刀する時にゾクゾクしてきちゃったものはい誰よりも早く戦いたいと思いますそうでもしないと本当に死人が出るかもしれません義経さんはスポーツマンシップがあるので。 寸止め、峰打ち、もろもろ施すでしょうがなあ、オラたちが皆を守らなくちゃいけねえ守ってみせます議長、おはようございますおはよう放課後の会議、よろしくね私の正体に驚いているかもしれないけど今まで通りついていくだけです何かあれば 評議会全員でサポートいたします。これはメンバーの総意です。議長。いい仲間たちを持ったわ。昨日のメディア出演もご立派でした。いつも通りの私だったでしょ嬉しいんです。木曽義仲であっても、議長は最上議長だと。ありがとう。 そもそも、評議会って、何をするところなん学園を影で操る存在、ということかあ、わかりやすく食いついてきた 未来政権だったのか吉中に義経として声をかけたいんでしょうただ難しい距離感だと判明したからねなんか晴天の霹靂っぽいよ今は様子見 ヨシツネ。遠慮せず声をかけてくれていいのよ。慣れ合うつもりはないと言ったけど、学友ではありたいと思っているの。ああ、うん。えー、っと、ヨシナカさん。あなたにはそう呼んでほしいわ。昨日のテレビ放送、見てくれた見ました。すごいですね、大さばき。 ゆらゆらと相手の攻撃を回避する。まるで柳のようだ。義経に褒められると嬉しくなってくるわね。そして何より、最後の太刀の一振りが、続ゾ々クゾクしました。<laughs> もっと褒めていいのよ。人を褒めるだけで喜ばれる。これが主のカリスマだよ。 こちらの腕前を見てくれたと思うけど、あれを見て改めてどう思うかしら。どうとは私と果たし合いをしたいあ、っお前<え>何とても興味があります。武士として勝負をしてみたい。 もちろん全力で、よね。そうでなくては勝てないし、失礼だ。つまり刀を抜いての勝負で。はい。私もあなたとしたいわ。相思相愛ね。よかった。そ、相思相愛。とはいえ、さすがに叱るべき時と場所が必要だと思うの。真剣での勝負は、場合によっては、 それ以後の勝負ができなくなる可能性もあるからね。話はつけてきたわ。義経の後で勝負しましょうって。守護キャラの出番かと思ったけどな。事情があるなら仕方ないわよ。まずは、武芸以外でいろいろ競い合いましょう。あ、はい。 と、そうね。まずは、放課後、屋上へ来てくれるかしら。はい屋上ですねなんだか、かわいいわね。義経ちょっと犬みたい。よ、義経がですか犬ですかそれはわかる。う、弁慶まで。 決して馬鹿にしているわけではないわ。そういうあなたはまるでメギツネですね。くらい軽口を返してもいいのよ。それもわかる。でしょコンコン。せやな。ヨシ今のはワンワンと返した方が。 よかったのだろうかおおははーめんこい主じじゃのうほんにめんこいうわあ弁慶朝っぱらから校庭で抱きつくなんてキャッキャウフフとッ <laughs> 女は気楽でいいないやだ 怖いね。炎上しちまう。物理的にな。おはようって。あらなおち、お帰り。何か考え事していたんだろうね。きっと私のこと。 そんな気がするねお、おしかし、川上学園はすごい人多いよね。僕の立場だったら、ライバルができたとか、競い合いとか、焚き付けられても、燃えるどころかネガティブになっちゃうと思うんだ。わかるわかるわよ何かと比較されたり勝負にこだわりすぎるのも、なんか私的に無理っていうか。人それぞれ。 自分のペースで行けばいいのさ。だから普通クラスと選抜クラスで分かれてんだよ。四八が悟ったようなことを自分のペースか。猿、いいこと言うじゃない。<laughs> まあな。最近俯瞰で物事が見れるんだ。四八どうしちゃったの急に。昨日最高のエロ本手に入れて使いまくったんだと。 要するに今は賢者モードだ悟りもするさああそういうことねなんか用事があるのかと思った素で間違えるとはドジっ子だね常に S クラスにいるコナタには分からぬ失敗じゃなあヤッホッホッ敵に塩を送るのは名勝の証 頼み方によっては考えてやらんでもないぞ。直江君、くん、ヨシのノートでよければ見せようかふん。<laughs> まあ、新入り同士仲良くしておればよいわ。頼み方によっては、僕が心のノート見てあげるよ。なんで道場っぽいものの言い方をするのじゃ直江君の参考になればいいが、 これぐらいはお安い御用だ。ああ、これは玄二くんだ。吉常が考えた源二のマスコットだ。源二くんが注意を促している項目はとても重要なポイントだと思ってもらいたい。ああ、ダメダメ。源二くんは若武者なんだ。 うあ、ん落ち武者にしないでくれこれは、義経の想像の中のお話なんだが、義経と頼朝の仲を取り持ってくれた、心優しき武者なんだ。分かってくれるか、直江く君うーん,ん。なるほど。 うん何がなるほどなのだ武蔵坊弁慶。私は何よりも義経が大事。<laughs> それだけのことだよ。うん、よくわからないが、気が抜けているぞ。主の前でもしっかりしなさい。クールを心がけて。マールさん誰だ,だクリス王女様です。 正解ださすが自分とマルさんの中だ深いところで繋がっているなあ、すまん。義経に用があったのだが、マルさんが視界に入るとつい飛び込んでしまう。<laughs> お嬢様。クールだねえ。わかった。では、 学園での用事が済んだら、そちらに寄ろう。クリスさんとは勝負もしてみたかったし、レイピアでの武術も興味がある。オーケーか。楽しみだな。なんじゃよそ者がはしゃいでおるのか私の客です。何も問題はないと知りなさい。なな仕方ない。お前の顔を立ててやるのじゃ。まったく。 お前は喧嘩っ早すぎるぜ、不死川さんや。コーラ味の10円ガムやるから、これ食って落ち着け。いらんわいお前ね、こういう時は噛んでみて、あ、美味しいって言えばいいのにさ、お嬢様が屋台のラーメンに感激するあれだよ言ってる意味がわからぬわガム美味しいのに。うん、ほーら、膨らますよ。 どうえ、口の中で膨らました風船を近づけるなおおにぎやかだねたまにはマシュマロ以外を勧めてみるとも食べるいやおじさんガムとかキャラメルは銀歯が取れるかもしれないからねせつねーお前もいずれこの悲しみを知るんだよ固いメンマを食うと歯ぐに突き刺さって血が出たりな よし、吉さんのところに行ってくるそうかついに約束の時が来たということだなう,ううん約束の時間だ一応ついていくよ義経余チ、分かってるああいろいろと警戒していればいいんだろう姉子頼朝は来ないの源氏の集いだよ 義経は全然構わないぞなんだか4人で1列に歩くとドラクエのパーティーみたい義経は勇者ということか緊張するな私は遊び人だから気が楽だよいや弁慶には戦士の役割を引き受けてもらいたいのだが。 ヨイチがやってるの時々見てた音ゲーとかは自分たちもやるしドラクエは夏のヨイチにぴったり来る役職がなくてなサーバントならドンピシャでアーチャーだが時間ぴったり几帳面なことねそういえば吉中さんは 一人、なんですか。基礎義仲には、優秀な配下もいましたが。残念ながら、義仲関係のクローンは私一人よ。そういう点では、弁慶や余一がいる義経が羨ましい。ともえがいたらよかったのに。でも、この孤独は、私に対する試練だと。 お父様は言ったわ。さて、早速勝負といきましょうか。源氏同士の競い合い。どちらがより優れたものであるか。<laughs> 一回目は、これで勝負を希望するわ。私はピアノを習っていたのよ。そこそこ自信があるけど。 今はこっちにはまっているのよね義経は笛が好きです時々街でも吹いてます知ってるわあなたと吹いてみたいからこれを種目に選んだのよお<う>素晴らしい 義経もやるぞあれこれ義経ちゃんだけの音色じゃない二つともうまいなうっとりしちゃういい音だななんつうか成仏してしまいそうなあんた死んでたのね でも、いい音色だわ、ほんと。このプレミアムな音色は、ヨヒツネとキッチョ、なのよし全員休憩貴重だぞ、これは。聞いておけいい BGM だ。なんだかムーディーになるな、ツバメよ。はいはい。だからってお触りしないの。 思わず足を止めて聴いてしまうな、これは。源氏同士で音楽勝負をしているということだろうか。にしても役割が大将の人たちは大変だね。総合力が求められてるんか。指揮する者はいろいろとこなさないといけないからな。私はお前と違ってパイロットだけをやってるわけにはいかんのだ。って、父様が誰かに言っていたな。 こんなところかしら。さすが、見事な笛の音ね。い,いえ、吉中さんこそ、ずっと吹いていたいという気になりました。では、白黒をつけましょうか、直江大和挨拶したことあるんだから当たり前じゃない。この場であなただけが、吉爪の配下ではない中立よ。どちらの笛の音が良かったか。 ジャッジしてもらえるやっぱり、比べはするんですね。二人とも頑張ったじゃダメなんでしょうか優劣はつけたいわ。何事にも。それぐらいは細かいことよ。気にしないわ。さあさあ。 なぜ弁慶ちゃんに振るのかね。私は義経って言うよ。おせいかかってるもん。プラス90%ぐらいに。いいんじゃない庶民の心に残った笛の音はどちらか。ほら、なんだか素人であることが重要に思えてきたでしょ引き分けはなしよ。 分かったわ。吉シね、あなたの一生よ。おめでとう。なんだか、あっさりですけど、いいんですかええ。偶然にも、私も審査員と全く同じ意見だったの。それでも審査の感性次第では、勝てるかなと思ったけれど、甘かったようね。ちょっと小手先の技術に走りすぎたかしら。負けたのに全然悔しがってないな。 っていうかこれに関しては、義経と吹きたかっただけじゃないの。またいずれ、上の勝負をしましょう。そうね。満月の晩とか素敵だわ。月が満ちる時、か。上の勝負はそれまで置いといて。次は違うもので腕比べね。今度は、義経が何で競うか選んでいいわよ。しゅ、種目 う <laughs> 今すぐでなくていいわよ。また月曜に勝負ね。ヤマト、あなたいい感性をしているわ。さすが、数多くの武士娘に縁のある男、というとこかしら。よければこれからも、現氏対決のジャッジをしてくれない ありがとう。長い付き合いになりそうね。<laughs> 義経、またね。とりあえず、主、勝ちは勝ちだから、喜べば。笛は義経の得意分野だ。それなのに、これだけ接戦だったんだぞ。義仲さん、とてもできる人だ。義経も、 全身全霊で受けて立たねばおお主が燃えているこれは確かにいい攻敵手だね審判を下す者と化したか <laughs> お前はとことん巻き込まれ体質だな得意点んアルゼンチンの首都 いいコンサートじゃったの。にしても、まさかまさか、最上アキちゃんがクローンだったとはのう。己の強さをあそこまで隠せるとは、すごい技ですよね。武芸百般見渡しても、聞いたことがありません。アキちゃん自身は良い子じゃろうが、親である最上雄斎とかいうのが、何を考えているのかわからん。今朝も そしてついさっきも、義経と義仲は接触していましたよ。しかし、直江大和君も一緒でした。気の利く子じゃ、何かあれば話を聞かせてくれるじゃろう。はい。もちろんこちらでも気にかけておきます。最上ミユか。 また危険な人間の話題を口にする一緒に仕事して稼いだことがあるその時わかったが気は確かじゃないが腕は確かな男だいかにも茎が好みそうな人材だろう彼に関わるのはやめておけヤマト例えば計算高い悪人ならまだいいしかし クレイジーな人間は本当に話が通じないのだいかに利益を生む男でも行動が読めない者と組むのは本意ではないそんな人間を雇う男はいろんな意味で脳を焼かれてるなやっほー元気か我が息子 っっり遅くなってしまったわね武用人じゃねえかい若い女の子が夜に一人であらあなたは朝の義経と戦うまで待つ知らんねえそっちの都合はなんせこっちはほら短いから追い先が抜け駆け上をやらせてもらうよ こういう手合いが出てくるのは仕方ないわ。ね。<laughs> 抜刀するまでもない腕前で命拾いしたわね。ただいま、お父様。お帰り、秋。勝負はどうだった 気が早いが、お祝いのケーキを作っておいたんだ。笛の勝負で負けてしまいました。<laughs> それはおめでとう。負け星先行の試練だね。ケーキを作った甲斐があったよ。嬉しいの。ライバルと言われた義経が、ポンコツだったらどうしようと心配してたけど、思い切り競い合える相手だった。大きく成長するチャンスだね。 高め合うといい。お父様は、区域内部での立場は平気なの監視はついているし、前のように自由には動けないね。もっと愛すべき人たちに試練を与えたいという衝動はあるけれど、でも今まで、忙しかったからね。立ち止まることで、見えてくる景色もある。いきなり処罰はされないし、 クキには感謝しているよ。私はこうして、お父様とケーキを食べられるのが嬉しい。<laughs> では、この世の全てに感謝して、いただきます。いただきます。秋は今まで、私のお願いを全部聞いてくれた。学園でも、目立つ生徒会長ではなく、裏方の議長になり、 そこでリーダーシップを発揮していた。これからはどんどん目立っていいし、恋愛も推奨する。門限は特に設けないから、好きにやるといいよ。 君、お邪魔している。ヨシはクリスさんと合同鍛錬だ。勉強の邪魔をしてごめん。ただ、挨拶だけはしたくて。ここが直江君の部屋か。綺麗にしているんだな。 ヤドカリを飼っているんだったな。そうか。今度、義経に紹介してくれ。 一息つくかよしマイフレンド。さっきからいたぜ。S に入っただけあって、熱心だな。つうことで帰ってきたぜパパニューギニア、面白かったぜあら、ヤマト、これ、お土産だ。重くて大変だったぞ。 そうでもほら中は空洞なんだ人形の中に隠れて目標が来たら襲うんじゃねすげえ造形美だろ見ててうっとりしちまってさこれはぜひお前にと思ってさ持ってきたんだじゃあ俺他の連中にも土産物配ってくるわ。 クリスと、あれはヨシツエじゃん。鍛錬してるのかじゃあ先に外行くわ。ワンコには戦士のお面だ。超喜ぶぜ。 今日も疲れたぜ、まったく。どこかに癒しはないのか。<laughs> うおなんだお前か。びっくりするじゃねえかよ。俺を楽しませてくれたのか <laughs> ありがとうよ。 にななったなありがとう義経義経こそレイピアとの戦闘経験は少ないから助かった早くお風呂に入ろう島津漁は温泉だから気持ちいいぞそれは楽しみだなよっ お風呂お風呂